ゆんたくランチボックス。FM コザと FM ギノワンのちょうど田中あたい761丁目797番地んかいあゆるコザジノン放送ヤーゴアのつづらふじけうとうてちゅんやにんじゅしぬーがなあびとおしが火曜のつづらふじ劇場じゃ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 いっちゃったわー部屋くわあぬーやが自分生自分になってよろしくお願い無理しなくてもいいぬーやがこのメモ語はぬーの1日が2大城3近所歌が無双がもう無理さんでしもんと無理しなくていいえいや君なよん司会と一距離うれーわー口からいいららんさあーまあわからんくと言い戻すんここで神自由激しく恫喝くの柳さやゲレハラにとっとろクルサリンドヘアポテカス圧力の薄まさんくとまあ、お父さんのお父さんのマティはあんし差し入れにくてやるいとは日賀さんの系都内の大白さんのやわかい物を届けてくれあらんあんしねうちなうてうさるのおじぬしで1位日賀2位大城3位金城んかいしぶさぬくとワンナー大城んかい聞いてくれんでななあうっぴーんじあらん教員採用試験会合格さしえってしいえ、お父さんくと、ちっちゃふら、あらあらん、しょっぱいアイブランクと、いいもでそん。配役申し上げます。つづらふじ上じゅう、田辺ゆき。つづらふじちるまち、よなはじゅん。とうっさ。ユンタクランチボックスランチボックスランチボックスユンタクランチボックスさあ11時台の番組沖縄手帳発行人の時間からジンさんに居残りして出演していただきましたジンさんありがとうございますどうなんですかね。意味がわからない人は、ツイキャスの方にちょっとだけ訳を載せましたので、気になった方は、FM ギノワンのツイキャスを見てみてください。全部うちなぐちなんでね。はい。さあ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 、午前中お疲れ様です。こんにちは、スタッフの田辺ゆきです。マキママの代打で出ております。毎週美味しい情報をいっぱい詰めて、あなたにお届けしたい。ということで、一の重は、今日の給食、二の重、食べ歩きレポート、三の重、朗読、ちょっとだけ読んじゃうよ。四の重は、あなたからのメッセージです。今日もこんなメニューになっております。よかったら聞いてください。それでは、行きましょう。七個目、季節限定、ユンタクランチボックス、お届け。さあ、この番組 FM コザ、FM ギノワンのラジオではもちろんのこと、サイマル放送で完全同時放送をネットしてお送りしております。ネットで放送しております。無料アプリリッスンラジオで全国どこからでも簡単に聞くことができます。またツイキャスユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM コザ、FM ギノワンの各ホームページからどうぞ。コメントもお待ちしております。お気軽にどうぞ。つぶやきも大歓迎です。それでは、この番組はね、お聞きの方に豪華リスナープレゼントもあります。ぜひラストまで聞いてください。
それではオープニングナンバーいきましょう。古川美希、最果て。昼ラジ季節限定ユンタクランチボックス。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供と各社の協力でお送りします。
節限定ユンタクランチボックスをお送りしています。今タイトルが出てこなかったはいはい、頭切り替えていきましょう。はい、ツイキャスメールありがとうございます。早速イージヒョンさん、ゆき姉さん、リスナーの皆様こんちくわ。虎の球団を追っかけてきたイージヒョンです。沖縄にじゃあ球団を追っかけていらっしゃってるってことですね。昨日はダウンジャケットでいい感じでしたが、今日は暑いですね。エアコン入れてるでしょ、かっこ笑い。当たりですね。今クーラーが入っていても暑いですね、スタジオ。はい、では朝にお会いしましょうね。はい、ありがとうございます。そして何か猫の可愛い写真が、チロの家、猫がなんかお家、このチロちゃんなんですかね、かわいい。なんかお家に入ってる。ダンボールのお手製のお家ですかね。かわいい。あの、お家の窓から覗いてる猫の写真、ありがとうございます。はい、ツイキャスもありがとうございます。ルドルフさん。はい、サイユキさん。今日は車の中で聞いてますよ。ありがとうございます。それでは、最初のコーナー参りましょう。いっそこまきさんが戻るまでのつなぎで季節限定ユンタクランチボックスをお送りしています。スタッフの田辺紀がお送りしています。まずは子供たちが今頃何を食べているのかな、覗いてみましょう。普天間第二学校給食センターの今日の献立です。コッペパン、クリームシチュー、魚のハーブパン粉焼き、野菜のごま和え。おー、子供たちが好きそうですね。ハーブパン粉焼きってこんなこじゃれたのが出るんですね。はい、野菜のごま和えはキャベツ、赤ピーマン、小松菜、人参、大根が入ってます。結構大丈夫かな、子供たち食べれるかな。でもきっとね、ごまと三温糖と醤油、みりんなどドレッシングなども入っているので、きっと食べやすくなってるんでしょうね。次、手を、次です。沖縄市第一給食センターの今日の献立です。高菜ご飯、きんぴらごぼう、豆腐ハンバーグ、牛乳、果物。きんぴらごぼうには豚肉も入っています。豆腐ハンバーグは鶏肉も入っています。へえ、おいしそう。次、もろみ、沖縄市もろみ調理場の今日の献立です。沖縄そば、マーミナーチャンプルー、タームの唐揚げ、牛乳。変わった組み合わせですね大丈夫ですかね。別々に食べたい感じですけども、これはリクエスト献立ということで、沖縄そばはみんなが大好きということで、リクエストをこの受け付ける習慣みたいで、今日この沖縄そばが選ばれたので、今日は沖縄そばだそうです。次、沖縄市第三調理場の今日の献立です。キムタクチャーハン、もやしの中華和え、厚揚げの中華あんかけ、果物、牛乳。キムタクチャーハンがなんか意味がわからなかったんですけど、人参、玉ねぎ、きくらげ、ピーマン、長ネギ、
白菜キムチたくあんということで、キムチとたくあんが入ってるからキムタクチャーハンって言うみたいですね。知らなかった。子供辛いの大丈夫なんですかね。辛くないキムチとかなんですかね。はい。そして厚揚げの中華あんかけ、今日はちょっと中華風ですね。美味しそう。以上、今日の給食なんへのコーナーでした。皆さんのお昼ご飯はなんへ。ではここで1曲お届けしましょう。アートリンゼイが13年ぶりに新譜を出したということで、去年の11月ですけれどもね、出ました。ケアフルマダムというアルバムの中から、イリアドスプラゼーリス、快楽の島、どうぞ。プレゼントは昼ラジ、季節限定ユンタクランチボックスをお送りしています。さて、この番組をお聞きの方に豪華リスナープレゼントのお知らせです。
まずは先週のリスナープレゼント、沖縄市グランメルリゾートのドレスダイナーランチ券発表です。当選者の発表です。スヌーピースさんです。おめでとうございます。いいなぁ、さっき電話かかってきたんですよ。今からグランメールリゾートのドレスダイナーにみんなで行くんだけど、行くって。いやいやいや分かってるよね、番組ってねスタッフからなんですけど、昼ラジのメンバー皆さん今あれですよ、皆さんグランメールリゾートドレスダイナーでお食事中だと思います。いいな、羨ましいな、行ったことがない、私も食べたいです。まあ明日以降ね、皆さん感想がね聞けると思います。ぜひぜひ感想を聞いてみたいと思います。はい、おめでとうございます。取りに来てくださいね。それでは今週のプレゼントです。今週のリスナープレゼントは、沖縄ザンパ岬ロイヤルホテルのランチペア券を2組様です。盛りだくさんのすいません、盛りだくさんのバイキングメニューを素敵な景色とともにお楽しみください。ご希望の方はメールでお送りください。懸命に昼ラジリスナープレゼント、本文にはお名前、ご連絡先を必ずご明記ください。また番組へのご意見、ご感想もお寄せください。ではメールアドレスです。メールアドレスです。ひるらじ12@gmail.com。ひるらじ12は数字の1、2です。ひるらじ12@gmail.com です。締め切りは今週いっぱいとなります。たくさんのご応募お待ちしております。当選者は来週のこの時間、昼ラジで発表いたします。なお、ご当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能な方とさせていただきます。ぜひふるってご応募ください。さあさあ、ツイキャスありがとうございます。チャラカッチャンさんです。毎度ゆきちゃん、こんにちは。こんにちは。え、ハーモニカ何意味あるん？なんかこの給食、いろんな学校の給食を紹介する区切りにちょっと効果音を入れようかなと思ってハーモニカ持ってきたんですけど、まず出してなかったんでゴソゴソして、もう段取り悪くてすみません。意味あるでしょ、なんかいい感じじゃないですか。はい、今日のかっちゃんの給食なんへ。今日の給食の献立はご飯、ブリの甘辛煮、切り干しと高野豆腐の煮物、ジョアです。西宮市給食献立でした。はあ、いいですね。いい、このまんま真似したいですね。あ、でも切り干しって切り干し大根のことですよね。切り干し大根と高野豆腐を一緒に煮るっていうのはやったことないな。でもやってみたい。あ、やっぱりなんかちょっと、ああ、関西系の方が私は分かりますね、給食は。あ、ハッチホーミーさん、G メールなのね。はい、そうです。プレゼントのとかメッセージの宛先、この番組は、ひるらじ12@gmail.com になっております。ぜひ送ってくださいね。そして、他は来てるかな。あ、ルドルフさん、新兵器ですか。ハーモニカです。はい。え、ハーモニカ使うんやったら、占いの時に使ったらってかっちゃん。はい。考えます。やっぱりね、占いの番組もやってるんですけど、月に1回だけ。やっぱり楽器は欠かせないですね。はい。まあ、それは置いといて。それでは、1曲お届けしましょうか。カーリーでポイズンド。
レポートだった。そうだ。季節限定ユンタクランチボックスをお送りしています。続いてのコーナーは食べて元気、私に元気をくれる愛しの食べ物たちや入るのに勇気がいる店をレポートする棚から雪餅の食べ歩きコーナーです。今日は茶壇にありますタイムレスチョコレートをレポートしてきました。このお店はチョコレートを豆カカオ豆から作っているビーントゥーバーのお店なんですけれども、レポートしているのはこのカカオニブ、カカオ豆からカカオニブになって、そこからまたスプリンクルになってチョコレートっていう段階があるんですけれども、でそのお店にはニブが売っていて、そしてチョコレートを使ったデザートも中で食べられるんですけれども、デザートも食べたんですけれども、レポートしているのはカカオニブの部分です。ぜひお聞きください。ビーントゥーバーチョコレートさんに来ています。あ、いっぱい商品が並んでます。カカオ豆が産地ごとにパッケージされて置かれてます。ガーナ 100%、 キューバ 100%、 ベトナム 100%、 コロンビア 100%。 これカカオ豆ですよね。殻を取り除いて中身の方を砕いているので、そうなるとカカオニブという名称に変わります。それを今お出しして、ナッツを割る要領で割っていただいて中身を取り出していただけるので、ご自宅でも同じように簡単に潰せるので、潰した部分をお料理だったりとかスイーツだったりとか途中に使っていただける。この殻は捨てるんですか？基本的には食べても大丈夫なんですけれども、ちょっと硬いのでちょっとして、あ、じゃあ本当ナッツみたいな。そうですね、そのまま食べる方もいらっしゃいます。ぜひ食べてみてください。それぞれの産地ですね、本当に味わい違ってくるんですごい面白い。ではガーナのカカオニブ、チョコ香ばしい豆、ちょっとチョコの味もします。次キューバ、ナッツとチョコ食べてるみたいな感じだけど、これがカカオニブなんですね。ガーナとキューバ、キューバの方がカラッとしてるかな、なんか、それぞれ味覚があると思うので、違ってくるかもしれないですけども、これは自家焙煎をかけたものになってまして、この豆
に合わせて焙煎をしている形になっているので、あこのキューバが一番ダークロースになっています。みんなのダークロースが一番深い焙煎をかけている。火の入れ方とかもそのカカオ豆に合わせてやっているので、それでも味わいが違ってくるんです、カカオ豆の時点で自家焙煎がかかっているので、うちのオリジナルの商品焙煎の方法によっても味が変わるのがちょっとコーヒーと似てるような感じになってくるんですけど、焙煎もこちらでされてるんですか？焙煎もこっちで全部です。朝袋で入ってるのがカカオ豆です、はいはい、全部開いた形で海外から届いて、うん、それをあの自分たちの手で一番最初にピッキングって言って選別作業をずつずつ触っていって悪い豆が分けて、でそこからスタートして、次ベトナム行ってみましょう。美味しい。お、酸味が好きな方は、あ、後から酸味が、はい、うん、ベトナムは浅く長く、今度コロンビア行ってみます。うん、美味しいこれなんかすごい味が、いろんな味がして、そうですね、なんかおかずみたいなんかすごい美味しい。4種類カカオニブが並んでます。でその隣にはこれはチョコレートになったものですね、のサンプルが置かれています。ガーナとキューバとベトナムとコロンビアが配合されたチョコレート、シマザラメ、ガーナ 78%、 めっちゃ華やかでもう天国みたい。アールグレーのようなすっきり感もありますね。わあ、もうなんかあのちっちゃいサンプルを今いただいてるんですけど、もうこの 1×1cm ぐらいのものですけど超満足ですね。次はキューバの、おっとこれはまたちょっとラム酒みたいななんか匂い、でも入ってはないんですよね、うん、入ってはないんですよね。全部あのお砂糖とカカオ豆だけしか使ってなくて、それは、キューバの肉食べていただいた時に感じる方多いんですけど、カカオ風味が特徴として持ってまして、それを活かせるような感じで黒糖と合わせて唯一黒糖を使って深い焙煎かけてちょっと深みのある味わいに、2つだけで作ってるとは思います。キューバさんの、カカオニブとタラマ島さんの純黒糖を使っているだけなのに、こんなにいろんなラム酒のようななんか味がします。リッチな感じで、次ベトナムがフルーツとヨーグルトみたいな感じがする、ちょっと爽やかな、なんかなんだろう、なんかちょっと柑橘系かな、なんかお花みたいな爽やかさもある、食後のデザートにいいかも、うん、そんな感じがします。もう本当に全部全然違う。じゃあ最後コロンビア、おかずみたい、いろんななんか味がして美味しい、おかず食べてるみたいな満足感がある。カカオニブと島ザラメしか入ってないみたいです。今のサンプルを食べ比べることができるあのセットも販売されてます。タイムレスチョコレートをレポートしていました。この後あのそれを使ったチョコレートのケーキとかティラミスとかを試食じゃない食べたんですけど、そりゃあもう大変に美味しかったです。あの一応レポートしたんですけど、ちょっと長くなるんでね切ったんですけども、あのねあのビーントゥーバーという言葉はね結構もう知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、チョコレートを普通あのチョコレート作ってるって言ったらこのカカオパウダーとかカカオバターとかからねこの精製されたものを混ぜ合わせてそこから作ったって言うんですけど、原料から本当にカカオの豆からこだわって作ってるところなんです。ビーントゥーバーのやり方のチョコレートショップは、でこれ沖縄初となるビーントゥーバーのお店として2014年に誕生したお店です。もう近いのでぜひ行ってほしいです。でこの
だから豆、コーヒー豆とかワインとかだったら産地どこどこ産のものです、焙煎はこうですみたいなことを言うじゃないですか。チョコレートでもそれをやったらどうかということでね、こだわって焙煎されてるんですよ。で、砂糖もサトウキビ、あの多良間島さんのものをもう探して、それをこの農家のっていう風にこう探し歩いて、あの味見てね、作られてるんですよ。もうね、本当にちっちゃいもんで満足できるので、ぜひちょっと一回食べてほしいです。で、これでティラミスが人気で、もうすごかったですよちょっととにかく食べてください。なんか爽やかでした。クリームもあんまりチーズっていう感じではなくて、爽やかな酸味で、でちょっとこのラム酒入ってないのに、ラム酒のような風味のするチョコレートがこう層になっていてね、はい、その苦さと酸味って絡み合っていい感じのティラミスでした。ティラミスね、関係ないんですけど、ティラミス、この言葉、イタリア語でティラミスって、私を引っ張り上げてっていう意味らしいんですけど、私を元気づけてっていう意味らしいですよ、ティラミス。元気になります、本当に。ぜひ、では、このチャタンの場所はですね、美浜のディストーションシーサイドビル2階にあります。本当に海側です。営業時間は11時から8時。定休日は年中無休で、連絡電話番号は 098-923-2880 番です。タイムレスチョコレート、今日は取り上げました。ヒルラジお送りしております。石底真紀さんの代打で田辺由紀がお送りしております。真紀さんたち、ヒルラジのメンバー皆さんで今日はグランメールにお食事にということで、いいなはいはい、頑張っていきましょう。チョコレートのレポートしましたけど、大好きなんですよ。本当に美味しかったです。本当に食べ比べセットもね、手軽で、もちろん行って試食はいっぱいできるので、
まず行ってみてほしいです。タイムレスチョコレート、レナさん、ユキさんって来てます。ありがとうございます。こんにちは。そしてピピさん、こんにちは。チョコレートの話、なるほど、はい、よかったです。なるほどと思っていただいて。チャラカッちゃん、ユキちゃんチョコレートちょうだい。ああ、そうそうそう、あ、そうですよね。そもそもあのバレンタインが近いということで行ったんだった。そうそうそう、そうですよね。そう、もう2月になったらもうチョコレート食で染まるでしょ、街が。はい、それにちょっとね先駆けてレポートしてみましたよ。あ、ピピさん、自分でレポートしてきた録音だったんですね。そうです、ベトナムとか意外でした。産地ですか。そうですよね、いろんな産地があって、ベトナム の, あのカカオ豆が結構注目されてるみたいですよ。うん、はい。というわけで、では次のコーナー、朗読ちょっとだけ読んじゃうよのコーナーに行きたいと思います。今日は私の好きな本、ル・クレジオのモンドをご紹介したいと思います。モンドというのは男の子の主人公の名前です。この男の子はね、出場とかは何もわからないんです。どこから来たのか何者かも全然不明なんですけども、横目使いの綺麗な黒い目、光の具合で色が変わる灰色混じりの茶色の髪、グレーにも光の当たり具合ではね、グレーにも見える髪の毛の色をしています。で、この子が町にやってきて、うろうろしてるんです。で、一の立つ日とかには広場に来てトラックがついたらカゴを下ろしたりとかね、して仕事をすぐ見つけてなんとなく馴染んでるんです。で、これを読んでると、素敵な知恵でこう光っている彼が通った後には金色の砂を撒いたようなになります。家とか木とか石とかが。で、素敵な不思議な幸福感の余韻を残すようなお話です。では一部分読んでみたいと思います。モンドは長い間その防波堤に座り、海のきらめきを眺め、波の音に聞き入っていた。午後の終わり頃、日差しがもっと暑くなると、彼は体を丸めて横になり、温かいセメントに頬をくっつけてまどろんだ。彼は釣り師のジョルダンと知り合いになっていたが、それはそんなある午後のことだった。モンドは誰か防波堤を歩いてくる人の足音をセメントを通して聞きつけたのだった。彼は起き上がって隠れようとしたが、長い釣り竿を肩にした50歳ぐらいの男が目に入り、その男が怖いという気がしなかったのだ。男は隣のブロックまでやってきて、手でちょっと親しげな合図をした。そこで何をしてるのかね。彼は防波堤に腰を落ち着け、浪引きの袋からあらゆる種類の釣り糸と釣り針を取り出した。彼が釣りを始めた時、モンドは防波堤の彼のそばに来て、釣り師が釣り針の準備をするのを眺めたのだった。釣り師は餌の付け方や釣り糸の投げ方をやってみせた。最初はゆっくりと、次に糸が手繰られるにつれてだんだん強く、釣り竿を少し左右に振りながらリールを続けて回すことを覚えさせるために彼はモンドに釣り竿を貸した。モンドは釣り師のジョルダンが好きだった。それというのも、彼は決して何も尋ねたりしないからである。彼の顔は日に焼けて赤く、深いシワが刻まれ、小さな二つの目は驚くほど深い緑色をしていた。彼は長い間、太陽が水平線すれすれになるまで防波堤の上で釣りをしていた。おそらく魚たちを怯えさせないためだったのだろうか。ジョルダンはほとんど口をきかなかったけれども、かかった魚を釣り上げるたびに笑うのだった。無駄のない的確な手つきで魚の顎から針を外すと、その獲物を浪引きの袋に入れた。時々モンドは彼のために釣り糸につける餌にする灰色の小さなカニを取りに行った。防波堤の下まで降りて海藻の茂ったところを狙った。波が引くと小さな灰色のカニどもが這い出し、モンドはそれを素手で捕まえた。釣り師のジョルダンはそれをセメントの床で砕き、錆びた小型のナイフで
細かく刻むのだった。ある日、海のさほど遠くないところを音もなく滑っていく大きな黒い貨物船を彼らは見かけた。あれ、名前は何て言うの？とモンドが尋ねた。釣り師のジョルダンは手をかざし目を細めた。エリトリア号だ、と言ってそれから少し驚いて。お前は目が良くないんだね。そうじゃないんだ、とモンドは言った。僕は字が読めないんだよ。そうか、とジョルダンは言った。彼らは通り過ぎるその貨物船を長いこと眺めていた。あの船の名前はどういう意味なの？とモンドは尋ねた。エリトリアか？国の名前だよ。アフリカ沿岸の紅海に面している。綺麗な名前だね。モンドは言った。きっと綺麗なところなんだろうな。モンドはちょっとの間考え込んだ。それであっちの海は紅海っていうの？釣り師のジョルダンは笑った。あっちでは海が本当に赤いと思っているのかい？わかんない。モンドは言った。日が沈む時には海が赤くなる。それは確かさ。でも紅海と呼ばれるのは昔そのあたりに住んでいた人たちのせいなんだ。モンドは遠ざかる貨物船を眺めていた。きっとあっちに行くんだ、アフリカの方に。遠いところさ、釣り師のジョルダンが言った。あっちはとても暑いんだ。火がじりじり照りつけて、海岸はまるで砂漠だ。シュロは生えてるの？ああ、それにとっても長い砂浜もある。昼間は海がとても青くて、翼の形をした帆を上げた小さな漁船がたくさんいて、村から村へ海岸沿いに走っているんだ。じゃあ砂浜に座ったままで船が通るのを眺めていられるの？日陰に座って海の上の船を眺めながらいろんな話をしたり聞いたりするの？大人たちは働いているんだ。網を繕ったり砂浜に引き上げられた船の船体にトタン板を釘で打ち付けたりする。子供たちは乾いた小枝を拾いに行って浜辺で火を燃やす。船体の隙間に詰めるピッチを熱するためだ。釣り師のジョルダンはもう今では釣り糸を見ていなかった。まるでそういうものを本当に見ようとでもしているかのように遠く水平線の方を見つめていた。今日ご紹介しているのはル・クレジオのモンドです。モンドはね、10歳ぐらいの男の子なんです。とても神秘的なんですけれども、どこから来たのか本当にわからない子供なんですけれども、町の人とこうやっていろんな人と出会って関わりを持っていきます。で、口癖というか、よく誰か気に入った人がいるとその人を呼び止めて、僕を養子にしてくれませんか？と尋ねるんです。この男の子がある女の人と出会っていきます。また来週続きを読もうかなと思います。それでは一曲お届けしましょう。では細野晴臣でバナナ追い分け。
ークス。さあ、お送りしてきましたユンタクランチボックス、代打のゆきがお送りしてきました。はいはい、このジングル自分で作っておいて使ったことがなくて、はーって今感心しながら喋っておりますが、あー面白かったな。皆さんいかがですか？メッセージ来てますよ。キムタクチャーハンよりシンゴチャーハンだな、かっこ笑い、おしんこ&ごま来ております。リスちゃんからですね、ありがとうございます。キムタクチャーハンってみんな知ってるんですか？キムチとたくあんってね、まあまあ美味しそうですよね。キムチ合うんですよね、チャーハンにね。で、しんごチャーハン。おしんことごま。おしんこってなんだっけ？なんか漬物ですよね。なんだっけ？なんか改めて言うと、うん、たくあんと一緒だしたっけ？ですよね。ごま、うん、ごま、白ごまとかだったら合うかな。いいですよね。はい、ありがとうございます。さあ。もう時間がなくなる前にこれだけは言いたいと思います。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入山は沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の提供でお送りしました。季節限定ユンタクランチボックスお送りしました。午後もいい一日に、午後からもいい一日になりますように。お相手は FM ギナワンスタッフゆきでした。